トルコにおけるザザ人の居住地ザザ人とは、主にトルコ東部に住むイラン語軍のザザ記号を話し、約半数はイスラム教の一派であるアレビー派を信奉し、残りはスンナ派を信奉する人々、トルコ国内に数十あると言われる少数民族の一つである。100から200万人いるとされる。言語学的研究によれば、ザザ人がカスピ海南岸から、 現在の居住地に移住したことが推定されている。ザザ人の中には、自らの民族アイデンティティをディムリーという言葉で表現する者も,もいる。ザザ語でディムリーという言葉は、ゲイランのギーラーンに関連するものをも指し示す。ギーラーンは古名をダイラムとも言う。言語学者によっては、ディムリーはアルボルズ山脈に住むダイラム人に関連があると考えており、ザザ人はデイラムから、 西へ向かって移動したと信じられている。今日では、イラン系言語はまだ、カスピ海南岸で話されており、それには、サンサリ、マーザンダラーン語、ターチー、セムナニー、タリシュ語を含むが、これらは、文法的、語彙的に、ザザ語に非常に近い。このことは、ザザ人がカスピ海南岸から東アナトリアへと移住したとの論議を支持する。ザザ人は、 クルド人の居住域の近くにも住んでいる。しかし、歴史的文献、ゾロアスター教の聖典ブンダヒシュンなどでは、ディラマンの先住地を今日で言うところのティグリス川の上流としている。これは、ディマラ・ザザがカスピ海へと移住したことを示していることになる。詳細は、ザザ人の歴史を参照おおむね半数のザザ人がアレビー派である。一方、スンナ派もいる。アレビー派のザザ人は、 ザザ地域の北部で暮らしている。一方、スンニ派のザザ人は、ザザ地域の南部で暮らしている。古代ザザ人の主教は、ゾロアスター教だったと信じられている。フランクフルト大学のインドヨーロッパ語の言語学者、ヨーストギパートによると、ザザキ語とパルテア語とは、強い共通性を示している。という、ザザ語の起源はおそらく、パルテア語であり、音声上、携帯上、 語以上の共通性があるという。最初にザザ語で書かれた文献は、言語学者ピーター・ラーチによって1850年に出版された。他の二つの重要な文献は宗教上のもので、エクマド・ザシーにより1899年に書かれた。また、スモニーフェンジオ・バブックもあり、これらはアラビア文字で書かれていた。ザザキ語のラテン文字表記は、1980年代初頭の ドイツ、フランス、スウェーデンにおける多少の努力の後、国外居住者の間で有名になった。これに、トルコ、特にイスタンブールでの書籍や雑誌の出版が続き、ザザ人知識人の努力は、彼らの母語を記述言語へと進化させることとなり、多くのザザ記語の出版物が増加した。ザザ人知識人による自分化の再発見は、ザザ記語と文化のルネッサンスとなっただけではなく、 ザザ人の若い世代の間で、ザザキ語熱を巻き起こすきっかけとなった。彼らは、自分家の遺産に興味を持ち、自国外居住者が、ザザキ語の制限を懸念した。徐々に、欧州連合参加の準備として、トルコ国内の地方語としての制限が緩んでいった。トルコのテレビ放送局、TRT テレビジョンは、ザザキ語放送と番組を開始し、ラジオ番組も開始された。ありがとうございます。